ワ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、ヘイテンくんです。本日は神奈川県相模原市中央区にあります、ダイエー相模原店に来てます。ということで、ね、こちらのお店、初来店でございます。やっぱね、初来店はいつも行ってっけど、気持ちよく本当に帰りたいんでね。早速、行ってみたいと思います。入店入店、入店入店、入店入店、やってきました。ダイエー相模原店、それでは早速店内のデータを見に行きましょう。はい。ということで、ね、どうも、あ、すいません、失礼します。どうもです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、受け取って頑張るよということで、ね、あ、頑張りますということで、ね、入ってすぐパチンココーナーがあるんですけど、スロットコーナーが奥ということでね。すごい、こっち見ていこうか。あ、すごいすごい、液晶がね、649枚なんですけどね、649枚以上ありますよだってビッグ37のレギュラーが20、 ART が31、すごい。こちらのお客さんすごい、液晶5400こっちもっとすごい、液晶8300枚。なるほど。こちらね、バラエティー、バラエティーですね、いろいろあります。アイドルマスターもあれば、いろいろありますね。あ、どうも。あ、どうぞ。ということでね、ジャグラーコーナー見ていきたいと思います。160、お、133分の1お客さん座っておりますね。140分の1、147。あ、どうもありがとうございます。よし、ちょっと向こう側行きます。やっちゃおうかな、こいつで行きます。アイドルマスター一応ね、ART 機なんですけど、ボーナス明るいんで、こいつね、ビッグ引いて、今日こそは勝ってやる、引いてみたいと思います、えいえい。はい、ということでね、ノーマルタイプの、ジャグラーコーナーはね、いいだお客さん掴んでたんで、こいつにね、一発かけていきたいと思います。ということで、サミーさんのアイドルマスター、行ってみたいと思いますね。おさり、一発チャンス。ベルですね。上がんない。お、スイカ前滑ってきたよ。お、チャンリブ、はい、大切にしてくれ。アイマス TV、頼むぞ。はい。あ。はい。あ。あ、マジで。ああ。あ、よく今日は引くね。頼むぞ。頼むぞ。今日いいな。弱いかな。お、お、セーブ、セーブ、スリー。頑張ります。頑張れ。お、いいわね。やっぱ見たいよね、まだ時間あるから。よし、カウントパンチ、ベルセン。はい。まだまだです。あ、赤文字、赤文字、はぁ、はい、やったよっしゃ、やったね。頼むよ。俺ね、これね、バキしか引いたことない、ビッグでお願いします。はい。なんで化けなんだよ。化けなんだね。でもまだ5分あるから、これ当てればいいんだよ。ね、お城当てて ART 行けば増えるでしょ。お、あー、残念。あー、マジで。うわー。
こには。わあ。ああ。よし。残り2個当てたい。よし。3つしか当てられなかった。出す。オーディション結果の発表です。弱いな。残念。まあでもあと5分あるから頑張るよ。50万。なんか熱い。初めて見たこれ。気持ち悪い。そんなことない。うわー熱い。こう狙っ仕事に今そのステージに飛び出したい気分です。この歌えるようになったなんてすごいことですよね。ベンセン私誰にも負けないアイドル持ってみせます。あ、赤赤赤セルフも終わりにしよう。多分狙っちゃう。あー止まんない。嘘！あれ負けんの？マジか。びっくりした。もう勝ったと思ってたもん俺。いい店ですねって言う準備してたもんだって。追加投資。すごい残念。やばい。あリプレイ。もう時間ないよ。あ追加倒し。急げ頼む。もう一回。残念。あなんでレギュラーでなんでさっき当たんないんだよ。もうね。ということで最後ね赤七を狙って一応テンパった。無念無念。はいということで使い切れなかったコイン流したいと思います。えいえい。さあ何枚だ。じゃら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 。はい今回の結果34枚。無念無念。はい実戦終了。実戦終了。無念無念。ということで、ね、今回の閉店くんアイドルマスター打ちまして投資枚数が150枚の、使い切れなかったコインが34枚ということでマイナス116枚です。無念無念。ねえ当たったと思ったらね化けなんだねということであと押し順当てられなかった。あそこでね押し順当てればRT 入ってねプラスに持ってけたと思うんですけどね。あそこで当てられないところが俺だね全く。あとねしかも今日チェリーもうあれ当たったと思った俺カッカキーンとか言ってたからそしたらもうサクッと負けてね。もうねこうなったらねビッグ引くまでねアイドルマスター打ってやるっていう感じでね引き続きアイドルマスターもね視野に入れながら立ち回って頑張っていきたいと思います。ということでねもう今日すごいたくさんの方々に応援しに来ていただいてるんですけどねそんな素敵な皆さんが集まっちゃうこちら大英相模原店参戦でをちょっとだけ、まずですねあの相模原駅から徒歩8分ということで、ね、8分ということで、ね、なんで8分8分なのか分かんないですけどねまあとにかく8分なんです。なんかあるんじゃないの分かんないね。無責任なこと言ってますけどまあねちょっとね覗きにねぜひね来ていただきたいと思います。ぜひこちら大英相模原店来ちゃってください。今回僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。えいえい。